どうも、あえちゃんです。皆さん、新キャラ2名発表がございましたということで、明日14時になりましたら、今来ています戦闘丸のガチャ、パシフィスタのガチャが終わるタイミングに、この2体のキャラクターが来ます。で、なんとこの2人ともめちゃめちゃかっこよくて魅力的なキャラクターとなっているんですけれども、これ、引くべきか、めっちゃ悩みません？俺今回ね、悩みます。なぜ悩むのか。まあ、推しであるゾロもいますし、ミホーク自体、まあ、Sホークなんですけども、二人ともかっこよすぎる。ね、かっこいいキャラクターってやっぱり引きたくなるよね。普通に考えたら。例えば、全然かっこよくないキャラクター、まあ、魅力がないキャラクターだったら、引く気失せますけれども、魅力があるガチャって、やっぱり引きたくなりますよね。今回のキャラクターってとても魅力的なキャラたちが、新フェスゲンとしてくるので、やっぱり欲しいなっていう気持ちになると思うんですよね。で、引くべきかについて結論は引かないでください。だって今新調フェス来たばっかりですし、もう少しですね。あと2ヶ月後になりましたら、8月になると新しく新調フェスが 5.5 周年で来ますので、もし環境キャラで遊びたいよっていう方は、やっぱり環境キャラで遊ぶためには 5.5 周年新調フェスとかですね、今来ている S スネークですね。この2人を狙った方が、まあ、確実に楽しめるんじゃないのかなと思います。やっぱ推しのキャラクターとかやっぱ皆さんいるかと思いますので、ゾロを推してる方は絶対引いた方がいいと思いますし、まあ、Sホークの推しキャラあんま聞かれたことはないですけども、まあ、ミホークが好きな方、まあまあ、Sホークもミホークみたいなもんなんでね、引きたい方はぜひ引いていいんじゃないのかなと思うんですよ。まあ、チケット買ったところで、まあ、確定ではないので、まあ、そこがちょっと注意点っていうのと、まあ、ダイヤ自体は150連すればですね、なんとどっちかもらえますので、まあ、欲しい方頑張って狙ってもらえればなと思います。いやー、今回新調室出てからたったの数日で、こうやってね、新フェスゲン来るとね、とても悩ましいところではございますが、皆さんは誘惑に負けず、まあ、2ヶ月後の調フェスまで待ちましょう。2ヶ月後誰が調フェスで来るんですかね。そこもちょっと楽しみだなって言った感じですかね。まあ、Sホーク、新調フェスで来ると思ってたのにな。まさかのフェスゲンで来ると思ってませんでしたね。まあ、皆さんも 5.5 周年の新調フェスの予想とかもね、また上げてくれると嬉しいなと思います。いやー。やるな、上。